レフェリー三浦哲。センター。クラッシュ120。こちらも先ほどに続いてスーパーフェザー級の一戦です。伊藤健人 VS 三輪優輝。まあ、石川さん、本当にまあ伊藤健人がよく帰ってきましたね。そうですね、そしてあのファイトスタイルの幅も広げてバージョンアップして帰ってきてくれましたからね、今日も楽しみですね、はいはい、さあサウスポースタイル赤のグローブ伊藤健人、そして青のグローブオーソドックス三輪優輝。三輪はこのガードを固めてローキック、これです。これが三輪優輝のスタイル。もう愚直に愚直に行く選手です。はい、伊藤は左のミドルからパンチくるぞ。いいですね、ミドル今効いたんじゃないですか、はい、圧力前に強めていく。三輪選手のローに対して伊藤選手のミドルっていう展開かなと思ったんですけど、はい、いきなり序盤のいきなり一発目良かったですね。膝を突き上げてくる伊藤健人。三輪はちょっと一瞬面食らったような様子が。当たるよ当たるよ。武井選手はこの両選手に対するこれまでの印象ってどうですか。そうですね、伊藤選手結構やっぱコンパクトに打つ選手で、三輪選手なんていうんですかね、インパクトのあるパンチを打つなって思ってて、伊藤選手結構体大きくなりましたかね。そうですね、そんな感じしますね。以前はフェザー級での戦いもありました。聞いてます、聞いてます、ね、膝で膝、さあ伊藤健人のこの圧力が強い。三輪しのぎ切れるか。あ、なんとか思い切りが良くなりましたね伊藤選手。さあこの格闘技を続けたいという思い、環境も変わった伊藤健人。三輪もこの得意のローでなんとか打開を図るが、パンチそして膝ミドルと打ってくるのは伊藤健人。健人ボディストレートあるぞ、右フックまで返す。そうボディのストレート伊藤健人、左ミドル、ボディ効いてますね、うん、左ミドル、あのガードの上からでも効きますよ。もう一発ね効いているともう、はい、バンバン蹴られるとだん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 あの削られて しますからね。三輪の脇腹すでに赤く腫れています。右の脇腹です。伊藤健人のミドルが三輪の腹を捉えています。これも一発。いや本当に伊藤選手前回の試合もそうですけど、あの上体の振り、あの膝の使い方が上手になりましたよね。はい、はい、ローキックは三輪です。アラムさん、序盤から激しい展開ですね、この試合は。目が離せなくて、ええ、今こうやって ABEMA に出てるっていうの忘れちゃってました。もうでもそれぐらいね、見るぐらいの試合となっています。パンチを振ってくる三輪優輝、散らし方がうまいですね伊藤選手、はい、それは上下ですか。そうです、上下、はい、パンチと蹴りですね、はい、でここにこのアクセントで膝が入ってくるから三輪選手としては、ね、取り返さなきゃって焦らされちゃいますよね、はいはい、でこの三輪選手は、ね、はい、ま、ロー足で、ね、まず当てて止めていきたいんですけど、もうこの伊藤選手のフットワークがすごく上手なので捉えきれないですね、捉えられないですね。ちょっとこの左ミドル、これには三輪もかなり手を焼いています、まあ、もちろんそれ以外の攻撃もなのですが、武井選手、三輪側の左のミドル止めるためにはこれどういう工夫が必要ですか。そうですね、カットしっかりしたいですね、はい、しっかりカットしてから攻撃につなげれば。さあここで第1ラウンド終了です。第2ラウンドが始まります。いやラムさん、三輪のこの右の脇腹がこれ真っ青に腫れてますね。いや本当に物語ってますよね、威力が、痛そう。伊藤健人のこの左のミドル、第1ラウンド再三三輪を捉えました。お、前に出てきます、この左のミドルもらいながら前に出る、ハイキックが来た伊藤健人。さあ武井選手はこの第2ラウンド、これはスイープです。
武井選手どこに注目されますか。いやこの伊藤選手のやっぱ蹴りはやっぱいいですね、うん、しっかりミドルだけじゃなくてハイキックも蹴ってるんで、はい、ハイキックも多分当たると思いますよ、はいはい、この左のミドル今度は膝同じ軌道でそしてパンチも混ぜます伊藤健人前蹴り。いや本当に石川さん伊藤健人この気持ちの部分変わったんでしょうね、はい、そうですね表情もですねプロとしての色気出てきましたよね、はい、ハイキック混ぜる。さあ左のミドルだ。ちょっと動きが止まったか三輪由紀腫れたこの脇腹に何度も何度も打ち込む。おただ三輪もパンチ打ち返す。そしてローキック得意のローキックインローに放っていきます三輪由紀です。パンチから入ってきます三輪です。フットワーク使ってバックステップ伊藤健人左のパンチ当たってきましたね三輪選手。そうですね、はい、少し伊藤選手止まったかなと思ったけど、大丈夫そうですね。ハイキックこれはガード。これもう一発。いや武井選手あのミドル効かないんですかね。いや何度も結構効いてますよ多分、気持ちで耐えてますね。気持ちで耐えている、はい。さあこの右のフック、そして右のショートアッパー伊藤健人。もうこれだけ、はい、試合展開作れてはいるけど気抜いちゃダメですね伊藤選手。はい、はい、やっぱり三輪選手のパンチいいの入ってくるので。さあ前に出るぞ三輪のパンチか。足元崩しにかかるのは三輪。ローキックローキックと打って、そして右のストレート。ここはボディ、ボディへの膝もう一発伊藤。いや前に出ます三輪です。いや効いてると思うんです。すごいですねこの三輪選手の前進、はい、こういう風にね崩していくしかないですね、はいはい、崩していくの突破口見えそうですね。膝三輪選手こういう風に続けていけばしっかりとガードを固めて、それでも前に出るパンチでいく。この愚直さ、厳しい相模大野クレストの練習で鍛えられているこの三輪の気持ちです。左のミドル、ちょっと体が折れた三輪由紀。前蹴り近いところ、この展開だと伊藤選手疲れますね。はい、三輪選手にやりやすかったところからやりにくい距離にこう攻められちゃってるんで、はい、疲れますよ、これスタミナ削られますよ。さあこれが第3ラウンド以降も響いてくるか。ちょっと表情が変わりました伊藤健人です。いやラムさん三輪の気持ちすごかったですねこのラウンド。すごいよく耐えたなっていう、またちょっとねこの脇腹がおそらくこの後映ると思いますが、さらにこの腫れているこの三輪の脇腹となっています。痛そう、こちらは、まあ、こういう前蹴りでねリズムつかむような時間もありました。いや武井選手これ三輪が出られるのはなぜなんですか。いやでも相当気持ち強いんじゃないですかね、うん、どんだけ聞いても前に出倒すという気持ちがあるんだと思います。あと慣れてきたっていうのもあるかもしれないですね。なるほど、はい、伊藤選手の攻撃力に慣れてきて、うん、これなら大丈夫だっていうふうに去年分かったの感覚が出てきたのかもしれないですね。じゃあ僕はあえてこの選手3ラウンド三輪選手が逆転する可能性もちょっとあるんじゃないかなと思いますね。試合展開を変えていくっていう可能性もパンチもちょっとずつ当たってきてましたもんね。1、2ラウンドは前半はマタドール状態できてたんですね、伊藤選手がまっすぐ入ってくる三輪選手をうまくいなしてたんですけど、逆にちょっと3ラウンド、2ラウンド目後半からですね伊藤選手が距離を詰めて、はい、自分のパンチを当てるようになってきたんですね、はい、それによって伊藤選手が削られて始めたんだと思います。右のフック、そしてローキックは三輪得意のローキック。さあやはり圧力前田三輪この第3ラウンド、伊藤選手このリズムが取れるんですね。フットワークでリズムが取れるので取らせてもらえないと、はい、うん、劣勢になっちゃうんですね、はい、足元からスリップでしょうか、ずるっと滑るような感じでした。鼻血が出てはいます三輪由紀。ボディーブロー伊藤健人、おーっとこれ一瞬オーソドックスに変えたようにも見えました伊藤健人です。ただ再びサウスポー武井選手どうですかこの第3ラウンドの印象。いや三輪選手いいですね、前にこう詰めていった方が蹴りも来ないので、はい、膝にだけ気をつけてどんどんパンチ当てていった方がいいと思います。右ストレート一瞬顔が浮きました伊藤健人。そのまま宮がさらに前に圧力を詰めるか。あ今度は左のローキック宮です。
伊藤源とこれ近いところ、左のストレートボディーブローを混ぜるは三輪。伊藤選手この距離膝じゃなくてミドルでいいと思うんですけどね、膝になっちゃうとずっと距離が近くなるので、はい、これそうですね、はい、この距離これです、この距離、はい、そして三輪選手止まるんで、その距離を潰すようにパンチで入ってきた三輪勇気。いやラムさん、ここから佳境ですよ。もう分かんなくなってきました、さあ今度は伊藤健人フックオフ、膝突き上げです、膝左フック、気持ちが折れない、まだ両者ダウンはない、負けられないこのセンバリザー。今日最初のダウン取ったのは三輪勇気。来ました、来ました、こういう展開あると思ったんですよ、はいはい、さあ伊藤健人ダメージどうか。この距離はあの伊藤選手の距離じゃないですからね、はい、三輪選手の距離なんですよ。しっかり回って回ってほしいですね、伊藤選手しっかり回りたいです。伊藤は距離を取れるか回れるか、三輪が一気にパンチでまとめるか、さあどっちだ。伊藤健人もこれは倒さないといけない。いや石川さん、伊藤健人ダメージありますね。そうですね、はい、あります。もう一回取り返さないと逆転されちゃいましたからね、伊藤選手は前に行きたいですね。いやラムさん、まだ何あるか分かんないですよ。分かんない分かんない。さあ20秒、いや伊藤健人が行く、膝だ膝だ、パンチが空を切る。さあ三輪もう一つダウン取れるか、残り10秒、勝ち切るのはどちらだ。標識が鳴っている、左のフック振る、右ストレートは伊藤、さあどちらだ、打ち切るか、顔をしかめたのは伊藤健人、そして三輪勇気はコーナーに背中を預けました。いや僕はあの3ラウンド目のダウンとった三輪選手素晴らしかったですけど、あえて2ラウンド目の三輪選手が良かったですね、はい、まあ、あれあったからこそ、はい、そうですね、やりにくくやりにくく伊藤選手の好きなようにやらされ試合されてたんですけど、そこでですね削って削って伊藤選手のスタミナをね削って疲れさせましたからね、そこで3ランナー決定的な場面を作りましたから、生み出しましたからね自分で。ポイントはどうなったか、そうですね、はい、まだ分かんないですよ。延長もあり得ます。お知らせします。ジャッジ岡田28対28、ドロー、うん、ジャッジ西村28対28、ドロー、ジャッジ鶴澤、はい、28対28、ドロー。以上3者ともドローの判定となりました。いや武井選手もうここからちょっと死闘となりそうですね、はい、そうですね、いい試合ですね、これはもう三輪選手の気持ちか伊藤選手がしっかりテクニックで周りながら蹴れたらと思いますね。延長1ラウンドです、まあ、ですからこのパンチ一つでなんとかイーブンに戻したというのがこの三輪勇気。いやラムさん、もう1ラウンド見られる、いや楽しみだし、もうどう転ぶのかわからないし、三輪選手のメンタルがめちゃくちゃ強いなって思いました、ただ伊藤健人もねメンタル折れないでね、はい、来るでしょうからね、このエクストラウンド、戦術面では武井選手どんなところ肝になりそうですか。そうですね、もう三輪選手でもガンガンいっちゃっていいと思いますね、うん、伊藤選手 そのミドルと膝に気をつけながら三輪選手前に出て、逆に伊藤選手は自分の距離で戦いたいんで、はい、まあ、しっかり、まあ、回りながらで気は絶対抜かない方がいいですね、はいはい、さあエクストララウンド勝負をこのラウンドで決めます。この延長ラウンドに関してはマスト判定、必ず優劣がつく判定となります。勝者はどっちだ。エクストラウンド最後の3分間、伊藤健人オーソドックスで来るか、いやサウスポーです。さあパンチのラッシュ、パンチのラッシュ、細かいパンチからローキックでつなげて伊藤健人も前に出る、いやオーソドックスで来るぞ、左のフック三輪勇気、さあ打ち合いだ打ち合いだ打ち合いだ、さあ来た来た、大会を持っていくか、メインイベントでなくても俺らがこの大会の主役になるんだと持っていけるか。石川さん、序盤から来ましたね。そうですね、はい、伊藤選手もやっぱ蹴ってほしいですね、蹴り、はい、蹴りミドルキック、はい、膝ミドルキックを織り交ぜることで蹴りも当たるようになると思うので、はいはい、その距離っていうのがあの伊藤選手の有効な距離だと思うんですよね。
ここでオーソドックスを選択してきた伊藤のこれ考えどんなところなんでしょうね。そうですね、はい。で宮選手はこの距離を決めていくので、はいはい、右も左、オーソドックスも左方も関係なくもう意識せず戦ってると思うんですけどね、宮選手としては。さあこれ三輪の鼻からまたこれ血が出ています。もうボロボロです。右脇腹は腫れ、顔からは血が出て、そんな中でも前に出続ける三輪。伊藤健斗もそれを倒しきれるか。いや、1分経過しましたけどまだ全然シーソーですね、はいはい、どっちも気持ちが強いから一歩も引かないですね、うん。武井選手印象どうですか。いやでも宮選手もやっぱお腹効いてますね。腹が効いている、はい、逃げ吹く。ただまだそうですね、全然諦めてないんで、うん、どんどん行っていいと思います。アッパー勝ち上げるのが疲れてきたんじゃないですかね。スタミナ面もこれもう両者、ただ三輪の方がどうでしょう。スタミナ若干優位かどうだ。ただ腹が効いている。いやラムさん、これが死闘です。すごい凄まじいです、勝って俺が上に行くんだと、この気持ちをぶつけ合う両者。さあサウスポーに帰ってきた伊藤健斗、膝そしてミドルと打っていきます。そうですね、伊藤選手も疲れてるはずなんだけど、この、はい、自分の攻撃ができてる時っていうのは疲れても動けるんですよ、はい、右前、はい、そういうところでしぶとく三輪選手が攻撃を続けるから、はい、伊藤選手がこうその後失速しちゃいますよね。いやー分からない、いやこれまだどちらにも行かない、どちらにも流れは傾かない。もう絶対にその掴んでいるロープを離さないんだと、自分の方へ持っていくんだと両者。さあ伊藤健斗そして三輪勇気、どちらだ。右ストレート、差をつけるか、その一発生まれるか、ダウンはあるいは KO は。残り20秒、さあここからドラマだ。攻撃の手数はですね伊藤選手が多いんですけど、三輪選手がね伊藤選手を下げてるんですよね、しっかりね。さあ残り10秒、じりじり差をつける一発は、さあどちらだ。プレッシャーは三輪か、手数右だ。これでエクストララウンド終了。うわラムさんどうでした。すごい戦いを見ました。これなんですね、男同士の。いやかっこいいです、いや武井選手これ判定難しいですよ。難しいですね、本当にいい試合ですねこれ。いい打ち合いでしたね、はい、いや僕はこっちの選手っていうのはありますけど、でも本当にもうジャッジ三者三様ぐらい、そのぐらい難しい試合でしたね、延長戦。どうなってもというような、どうついても納得というようなものを見せてくれました、はい、両者です。そうですね、はい、どっちも引かずにちゃんとやるべきことやりましたね、はい、さあ伊藤健斗と三輪勇気マスト判定です。挑戦もどっちもね、お待たせしました。出してくれましたね。判定結果をお知らせします。ジャッジ岡田10対9、赤伊藤。伊藤に1票です。ジャッジ西村10対9、青美はやはり割れました。ジャッジ芹沢10対9、青美は。以上判定2対1を勝ったのは三輪勇気。なんとも残酷なこの判定、この試合に勝者はいるのかという。ただマスト判定は三輪に1票優位となりました。三輪勇気が勝っています。いや石川さん、これが勝負なんですね。そうですね、もう KO だけがクラッシュじゃないっていうね、こういう接戦接戦でお互いがね気持ちと意地を張り合ってこうね勝利をつかむっていうのもクラッシュですよね、はい。武井選手どうですか。いやー本当にいい試合でしたね。三輪選手が最後までやっぱ諦めなかったのがやっぱ大きいんじゃないですかね。相当でもお腹効いてたと思いますよ、ラムさん感想を伺いましょう。すごいいい試合で、もう最後のエキストララウンド、2人のこう絶対に勝ってやるってしがみつき合い、すさまじかったです。本当にありがとう、お疲れ様っていう感じです。敗れた伊藤健斗ももう存分の内容を見せました。最後わずかに一歩上回ったのは三輪勇気でした。